どうも、こだまるです。きーたろです。今日は、スポーツ報知の BE:FIRST、リュウヘイロングインタビューの続きについてやっていきます。まあ、前回はね、ロングインタビューの4が終わって、で、今回はいよいよ、リュウヘイが見たメンバーに突入ってところで、これもさ、ショートバージョンでも、触れてはくれてるけど、ロングだとね、すごいボリュームだから。ねえ。しかもさ、そのリュウちゃんならではの、なんか、言葉の力っていうかさ、なんか切れ味みたいなあるよね。いや、そうなん、そうなん。で、まずはソータ。まあ、ソータに対しては、リュウちゃんはザ・先生気質みたいな感じって言ってて、まあ、自分が触れたものに影響力を与えることができる、まあ、特殊能力を持っていて、まあ、その教えるみたいなところがね、すごいから、やっぱそういう教える側のために生まれてきたんだろうなっていう感じてるってね、リュウちゃんは。なんかここはさ、シュンともそういうこと言ってたよね、最初。あ、それ映画か。やばい、ネタバレかな、これ。やばい。そうだね。今一周映画のネタバレしますね。なんか、シュントがさ、そのソータすごい、こう、ナチュラルにめっちゃ教えるじゃんと思ったけど、そのなんかあれだよね。その、接し方も全然おごらないっていうか、って言ってたよね。確か。そうそう、ちょっと真似入っとるね。なんか言ってたよね、そういう感じのこと。言ってた。そうそうそう。だからやっぱ教えられる場面、そのソータがナチュラルに自然にこうやってこうだよみたいにやってくれる場面って多分ザ・ファーストから最初から多かったと思うけど、うん、多分今もそういう感じっぽくない？なんかギフテッドデイズの裏側やっぱちょっと見始めてもやっぱ思うじゃん。ソータすごい。そうだね。そうそういっぱいこうした方がいいよとかいっぱい言ってるなみたいな、うん。そうだね。しかもさ、そのダンスを教える点もそうだし、やっぱり触れたものに影響力を与えることができるっていうから、やっぱそれ、まあ、なんか、ソータそのものがさ、やっぱそういう特殊能力を持っているみたいな、うん、まあ、ダンスを教えることだけじゃなくても、影響力って言った点でも、やっぱりなんか伝えていくみたいな人なんだね。うん。確かになんか、自分がもしさ、同じボーイズグループやってて違うグループだったら、ソータさんみたいな、なんか、ソータさんに褒められたいみたいな欲求が急に出てきそう、ソータさんに会ったら。ああ、なんか、そうだね。うん。なんかそう、なんか、影響されたくなっちゃうみたいな、なんかありそうな気がする。そういう不思議な魅力ありそう、ソータって。あるね。なんかちょっとカリスマ性って言ったらあれだけど、そういう魅力？なんかちょっと違うもの、自分にはないものありそうっていう、なんかオーラあるよね。そう、だからこそ、ソータさんに認められたいみたいな、なんかそういうの出てきちゃいそう。うん、出てくるわ、きっと。あとあれだよね、あのダンスのさ、やつで、その、ソータがリュウちゃんについて言った時にさ、そのリュウヘイはダンス総合点だったら負けないけど、一部分でやっぱリュウヘイに負けることもあるっていうやつ、聞いて、うん、リュウちゃんが、なんかそれがちょっとわかるみたいな感じじゃんね。なんかそこもまあ、聞いててもわかるってなった。わかるの連鎖だね、今。うんうんうん、そうだね。だから、その、ロングの最初の方でもさ、ゲゲゲさんの時の話でも言ってたけど、ヒール履いて踊る、ね、防具みたいなところは、まあ、僕の方が負けないよ、みたいな感じだよね、リュウちゃんはね。うんうん。リュウちゃんが得意だったり、なんかそういう、コンテンポラリー要素とかなんかね、なんかいろいろ、そういうところなんかね、うん。いいね、なんかそこがさ、リュウちゃんとソータの、お互いのことを認めてる、理解し合ってる部分みたいなのが感じられるね。うんうん。ね。やっぱダンス好きな二人みたいなイメージもやっぱ強いしね。うん。いや、そうだね。で、続いてがシュント。まあ、シュントはね、まあ、リュウちゃんも昔から知っている存在だから、失敗を恐れないことが得意だと思いますが、多分本人は心配しているはず、笑って言ってて。これショートインタビューの方でもあったけど、まあ、わかるよね。なんか、シュントの思い切りの良さみたいなさ。うん。なんか、ライブになるとすごい変わるみたいなのあるよね、シュントってね、やっぱり。うん、いや、そう、スイッチ入るっていうか、やっぱステージの佇まいとか振る舞いのかっこよさみたいなのはすごいもんね、シュント。そうそうそう。あんな普段可愛いのにね、なんかもうご飯もぐもぐみたいなさ、感じなのに。ね、もぐもぐニコニコみたいな感じなのにね。うん、確かにその、だから持ってる勇気すごく痺れるはわかるわ。うん。だからそういう彼の発言とか表現の幅に、リュウちゃんもすごい勇気を感じさせてくれるって言ってて、すごい仲いいし、昔から知ってるけども、ちゃんと感銘受けてるっていうかさ、なんか尊敬してる部分もあってっていう、その関係性がいいよね。うん。確かにね。ね、あとさ、その、シュンとかウーバーさん好きっていうのが、やっぱり理由としてそのあたりがあるからかなって言ってるけど、やっぱウーバーさんがそういう感じなんかね。うん。いや、すごい詳しいわけじゃないけど、ウーバーさんってライブマジですごくって。あ、そうなんだ。うんうん。そうそう。ボーカルのタクヤさんとかがやっぱり結構すごくお話とか、やっぱめちゃくちゃかっこいいこと言うから、うん、うん。生き様、ついてくみたいな感じ。あー、なるほど。だから、なんかそこ聞くと
と、この私ほら知らなくて、その、拓也さんの、なんとなくお顔は分かってて、俊斗と一緒にやっててっていう、なんかちょっとだけしか分からないけど、うん、やっぱ社長にちょっと近いものあるよね。感じるっていうか。うん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 、そうだね、シンパシー感じる、うん、ね、ちょっと何回も言って申し訳ないけど、そうだから、そういうのが好きっていうのもやっぱシュントにつながって、シュントの表現につながってるってことだよね。なるほどね。だから有根継承みたいな感じで、ナチュラルに私は引き継ぐみたいな感じではないけど、なんかやっぱナチュラルに影響されてって、うん、有根継承みたいな感じで、有根の魂チーム系みたいな感じで、ね、有根継承うるさいよね、しかも分かりにくいねそう、だから武藤トムさんが武藤トムさんが、大島優子さん卒業した時に、私がチーム K の優子魂、優子魂、優子継承みたいな、受け継ぎますみたいな宣言したんよね。今の受け継ぎますは、おぼかたさんの声のトーンですと、ちょっとよかったね。ありますみたいな。優子継承ありますそう。そうそう。だから、シュントも、まあそういう、まあ別に、拓也さんの魂を受け継ぐっていうか、なんていうんだろう、そういう熱い思いとか、そういう勇気とかさ、やっぱそういうのを、まあそういうのを見てくださってる方とか、ファンの方に届ける、伝えるみたいな、そういうさ、ソウルみたいなのは、やっぱ感じるよね、シュントからね。そうだね。だからそこもリュウちゃんはね、ちゃんと長けた人だと思ってるって言ってるから、なんか、認めてる感じがね、すごい好きよ。で、続いてはマナドね。まあ、マナトも、俺はショートバージョンでもさ、言ってくれてたけど、まあ、ミステリアスな雰囲気だけど、やっぱマナトク自身が持ってる、まあ、秘めているグルーブとか、センスがすごい繊細で、その扱いが上手って。だからやっぱマナトの、本当持ってる、なんか凄さ、そのボーカルセンスの良さ、音楽センスの良さが、リュウちゃんが見ても、なんかすごいって思うんだね。だってリュウちゃんもすごいじゃん。でもな、確かにマナトはすごい、でも、わかるってなる。うん。うん、いや、ここも関係性もいいな。そう。なんかリュウちゃんに褒められても嬉しい。わかるねえ、褒められたいん、リュウちゃん。そう、今口で手を押さえとくからねそうなん、そうなん、握手会でも行ったんかなと思ったもん今そう、今まあリュウちゃんに褒められてること想像してさ、ひゃったなってひゃってひゃってそう、いやでもほんとそうだね、マナとめちゃくちゃすごいけど、やっぱリュウちゃんもやっぱすごいから、そのリュウちゃんに認められてる感じもなんかすごくいいよね。ねえ、でもさ、マナトって本当にさ、こういう感じの、そのみんなの印象、みんなからの印象ってこういうの多いよね。多い。なんかもちろんさ、その普段からちょっと面白いとかさ、ちょっとふざけるとかさ、うん、なんかそういうのとかもあると思うんだけど、センスの良さみたいな。まあ、確かにそこもセンスいいな、うん。なんか音楽的なセンスもめちゃくちゃいいみたいなさ。うん。うん。だって結構飛び抜けてる感じがしますっていうさ。うん。しかもアイディアもいいんだ。そのね、アイディアのセンスも光ってて、ってメロディーこうやってファーって出すだけでもなんかちょっと違うなってなるってことなんでしょ。なるほどね。あー、そっかそっか。じゃあそういう歌詞にないメロディーを歌うときに、やっぱそこでもやっぱり才能みたいなのが出てくるんだね。うん、でも確かに、あのごめん、マナトの話になるけど、あのマナトさ、そのなんだっけ、代々木の時、見た時もめっちゃ良くて、余韻残しのマナトみたいな、うん、最高って感じだったんだけど、なんかサマソニーでもさらにやばいみたいな感じだったから、うん、なんかどんなみたいな、その、特にアレンジっぽいのすごい増えてて、サマソニー、さらに。増えてたね、わかる。なんか伸ばすとこじゃないとこで、ね、普通のとこでね。そうそうそう、伸ばしたり、ラップラインはもっとなんか遊んでるような感じだったりとか、うん、その多分そういうのを多分マナトがやってんだろうなと思うんだけど、やっぱセンスあるよね、さすがだよなと思って。うーん、そうだね。そういうとこでも一人だけ秀逸なところをついてくるって言ってるから、やっぱそこでもひときわやっぱなんか目立つ感じなんだろうね。うんうん、そういうアレンジのやつ全部聞きたいわ、聞かせてもう BMCG 入らんと無理よそうだね、そうだね。で、続いてジュノンね。なんか、ジュノンの時にさ、リュウちゃんがさ、J は難しいなーって言ってんの可愛いね、冒頭で。可愛い。可愛い。でもそこでね、あの、ショートでも言ってたけど、まあ、自分のライブ映像をずっと見返していて、やっぱそういう探求心みたいな、やっぱね、自己分析みたいなのがやっぱすごいって言ってるよね。うん。確かに本格的なボイトルなくて、あの、うまさ。うん。まあ、やっぱりそういうところがあるから、みたいな感じだもんね。ちなみに、リュウちゃんはその日の自分とか恥ずかしくて全然見返せないって。可愛いよね。可愛い。なんか自分がリュウちゃんだったら、かっこいい今日の俺見たいみたいな安っぽくなったな。そう、リュウちゃんほどの才能を持って絶対その日見返したくなるんだけど。わかる。しかもさ、やっぱ
ね、ルックスもお顔もさ、やっぱね、素敵だからさ、うん、そう、決まってんな、みたいな。なるよね。そう。そうならない、どこまで謙虚な。ねえ、うん。で、なんかちょっと恥ずかしいみたいな感じも可愛いよね、またそのリュウちゃん。可愛い、可愛い。でもなんか、リュウちゃんの中では分かんないよ。まず、ベストのパフォーマンスやってるけど、まあ、現状に満足しないみたいなところもあるんかね、もしかしたら。ああ。じゃあなんか逆にジュノンはそこを多分さ、目的があって見てる感じがあるんじゃないかな、みたいな、うん。なんかその、なんか見ることが悪いとかじゃなくて、なんかやっぱ見るからこそ分かるから見るみたいなさ。うん、なんかね、そういうところが、ジュノンってなんかナチュラルにやりそう、みたいな。そのなんか、やんなきゃ、うん、俺すごい、なんかね、よく聞いたらさんによくあるんだけど、俺すごいやんなきゃみたいな。なんかやめて、なんかすごいなんか頑張んなきゃかみたいな、なんか、うん、心理的ハードルがすごい高いみたいなさ感じでも、なんかさらっと見そうみたいなさ。ああ、そうだね、多分普通に好きなんだろうね。だから、うんうん、なんか研究熱心なところがやっぱり未経験だけど、そういう研究を自分自身でしているからどんどん上手くなっていくみたいな、うんうん、研究するのが楽しいんかね。だからね、ね、だからすごいよね。別に言われてるわけじゃなくて、自らやってそれで上手くなっていくって、それめちゃくちゃ超才能だよね。確かに、うん、またいいね、そういうのもね、うん、なんかこうやってこういうエピソード聞いててもさ、いろんなパターンがあって面白いね、 BE:FIRST の中でも。確かに、うん。で、続いてが涼気。まあ涼気はね、やっぱそのショートでもあったけど、その言霊人間みたいな、もう意図せずかっこいいを引き寄せてて、まあ龍ちゃんはそこに凄みを感じてますって。なんか涼気って確かにね、言葉に力あるタイプ、うん、っていうのはなんかどのインタビュー見ててもなんかわかるよね。あれかな、やっぱ話す時の声のトーンと目力とさ、なんかあるよね。なんかこう涼気って話す時のなんか印象結構強いよね、やっぱりね。いや、そうだね。だから言葉は言葉で、同じ言葉だとしても、確かにこのまま言うように表情とか声色とかでさ、全然伝え方とか変わるから、なんかそれ全部含めて涼気の言葉、涼気のパフォーマンスみたいな感じはあるよね。ああ、確かに確かに。うん。うん。なんか、あと、なんだろう、すべてが正義見えるタイプの人だよね、涼気ってね。うん。あ、そうだね。そうそうそう。ミスタームーンライトみたいな。今夜誓うよ、つって。もうその曲です。ああ、確かに確かに。なんか、涼気がいればどこでもステージになるみたいな感じはあるよね。だからすごいさ、やっぱ影響あるっていうか、見てて、あ、すごいって思うこと多いし、でもなんか、しかもさ、それがあれなんだね。その言ってるだけじゃなくて、有言実行って思うぐらい、なんか、引き寄せて、発言を行動として引き寄せるのが上手いとか言ってるからさ、なんかどんどん実現させてってるなって思うってことなんでしょ？すごいよね。うん、そっかそっか。だからそれがいわゆる言霊人間なんだね。うん。うん、だから自分がこうやって発言することによって行動もそれに伴っていくっていうか、寄っていく、うん、それ別に意識とかじゃなくて、やっぱそういう有言実行していくからこそ、やっぱ行動も伴っていくんだね。ああ、だから言うだけ言ってマジ何もしないやつとかいるじゃんね。いる。誰過去の誰かかな、架空の。架空の。ねえ、で、ほんと多いけど、なんか、龍騎そういうのなさそうだよね。うん。いや、そうなん、そうなん。叶えていくっていうか、自然とそういう風になっていくみたいなね。うん。だから、そういう生き様とか、他の人に伝えていく姿に憧れもあって、ついていきたくなるって。だから、ほんと龍騎、龍ちゃんも言ってるけど、ね、役者、そうだね、合ってるとか、やっぱ役者転職なとこもあるよね。うん。確かに転職っぽい。うん。なんか、龍騎そのものが、なんかね、わかるわかる。芸能人って感じだもんね、だから。うん、本当に。そうそう、うん、本当に。で、最後、レオくん。これもうちらが大好きなあれだね。レオくんはスノコっていう、レオ、スノコみたいな人っていう例え。うんうん。だちょっとしたそういう隙間がさ、なんか、空間、うん、そういう隙間空間にレオくんの人間らしさがたくさん詰まっててっていう。なんかあれなんかね、風通しのいい方だし、みたいな感じなのかな、やっぱり。うん。そうじゃないかな。あと、その隙間って言ってるけど、やっぱ好きみたいな、完璧っていうよりかは、ちょっと隙がある方が可愛らしいし、なんか突っ込みたくもなるし、でも温かみがあって、みたいな。うんうんうん。まあ、そこがリュウちゃんがさ、その空間にレオくんの人間らしさが詰め込まれてて、って言ってて。ああ、確かにね。確かに、本人自体はすごくまっすぐでめっちゃピシッとしてって。で、感情も受け止めてくれて、うん、で、しかも返してくれて、上手、それも上手に返してくれて、みたいな。うん。でも本当さ、もしさ、そのさ、すごいまっすぐで受け止めてとかさ、なんかそれで完璧な感じだけど、なんかそう面白いね。本当何回も言って申し訳ないけど、スノコみたいな印象になるのが、うん、なんかちょっとさ、そのスノコみたいなのが、その隙間みたいなのなかったら、ちょっと
完璧すぎてみたいなとこありそう。うんうん、そうだね。もしかしたらちょっと硬いみたいな、なんかちょっと完璧でいなきゃみたいな、もしかしたらね、できちゃってたかもしれないけど、隙間があることによって余裕みたいなのがちょっとね、できるかもしれないね。ああ、そうだね。湿度とかもすごいやっぱ保ってくれるし、うん。ねえ、だって、もしそれがさ、壁一枚とかだったら、やっぱなんか、ここもほんとじとじとしちゃうからね。うん、いや、そう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 。わかる。なんか、そうそうそう。うん、で、なんか、うわ、なんか、やだな、ちょっと近寄りたくないな、みたいになるかもしんないけど、スノコだったら確かに風通しいから。そうだね。うん、しかもさ、その隙間があることによって光も差し込むじゃん。うわー、わかる。そう、ロマンチックラッピングしました。いいね、いいね、いいね。草も育つね。そう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 。ね、風があるといろいろね。あと雨ももしかしたらちょっと入ってくるかもしれないし。あいいね、いいね。まあ、いいよね。りゅうちゃんの例えが素晴らしいのよ、だから。いや、そうだね。うん。うん、りゅうくんの良さ、なんかこうやって言うのも、なんかりゅうちゃんぐらいじゃないかなって思うよね。こういう風に例えるのも。そうだね、そうだね。わかるわかる。で、以上のね、今回は、BE:FIRST りゅうへいロングインタビューの、竜兵から見たメンバーについて話してたんだけど、まあ、これにて竜ちゃんの放置のね、シリーズが完結っていうことで。いやー、なんかまた竜ちゃんのことをたくさん深く知れてよかったよね。ね。竜ちゃんの祭りでも起きとったんかね、放置とさ、アダルトもあって。なんか竜ちゃん、すごい楽しかったよね。そう。っていうかマジで。ここ最近竜ちゃん祭りだよね、本当に。そうだ。ずっと竜ちゃんばっかり。最高。ねえ、最高。いや、ほんと、まあ、タイミング的にもね、ちょうどホーチさんのロングインタビューがあったからってのもあったけど、うん。いや、ほんとに。もう、リュウちゃん友達のような感覚でおるから、もはや。オタクあるある。勝手に友達かのように思ってくれる。そうなの。それぐらいね。でも、まだまだもっと知りたいんだけど、なんか。うん。うん、すごくよかったね。ね。まあ、だからさ、次の BE:FIRST のホーチのロングインタビューが楽しみだよね。そうだね。